豊浦町は北海道胆振リ総合振興局の最も西に位置する町である。南側は内浦湾に面し断崖が多く、北側は山林地帯となっている。欠片の気候区分では寒帯湿潤気候に属する。沿岸部の気候は温暖であるが、冬は積雪量がかなり多く特別豪雪地帯となっている。旧地名は弁変であった。この地名は 山田秀蔵によると、アイヌ語の、ペウンペ、ペペナイあるいは、ペペに由来すると、解釈されている。また、1973年に、国鉄北海道総局が発行した、北海道駅名の起源では、豊浦の孔で、弁変について、ペッペと解釈している。しかし、後年、語呂が悪いとして、豊浦に改名された。豊浦の由来について、町では、農産、 水産業が豊かな内浦湾に面していることからと紹介している。江戸期の記録にはアイヌが居住していた記載が見られる。北海道では明治20年代から本土の移民が増加し、豊浦町でも内陸部の開拓に伴い移民の受け入れを行い、宮城県からの団体移民や明治40年の大水害で被災した山梨県の入植団など、 町域の各地に和人が入植した。しかし、いずれも定着できないままに水備した。気候が、津島海流の影響で夏は涼しく冬は、比較的温暖であり、地勢も大半が、丘陵地帯であることから、農業と水産業を基幹としている。農業面では、全道的に知られたいちごの産地であり、ジャガイモや水筒、浅月の生産もある。また、乳牛。 肉牛、養豚といった畜産にも力を入れており、特に豚肉は全道一の生産量である。水産業では、同調例文化地区が、内浦湾におけるホタテの養殖発祥地であることも、あり、漁業者の約7割がホタテ養殖に携わり、町の全漁獲量の約8割を占める。このほか、酒カレーカニウニが水揚げされる。 2015年国勢調査によれば、以下の集落は、調査時点で、人口零人の消滅集落となっている。噴火湾展望公園から見る豊浦調子が一岩や、観音、ありがとうございます。